これシロップ使ってますけど、普通のお砂糖でも結構です。こういうローストの時は皮を剥かないで、そうするとガチッとこうブロックしてきますので、なかなか美味しいです。はい、今日はイチジクのローストね、これから夏まで旬を迎えますので、イチジクって皆さんご存知、東京にでも生えてるんですよ、イチジク。そんな多くはありませんけどね、フランス語でフィギュー、イチジクにフィギューって言うんです。フィギューですか、フランス人から直されました。フィギューオーブン焼きです。フィギューっていうのはイチジクのことでございます。これから美味しくなります。はい、材料ですね、プリプリのいいイチジク床になっております。そして、これローストするんですが、アガベシロップ、テキーラの原料、これなかなか優れものらしいです。そしてバター、そしてタイムですね。まあお好みでローズマリーでもいいと思いますが、大体コンポートって冷たくして夏は食べるんですけど、これローストで温かくね、よくヨーロッパではいろんなジビエの付け合わせとかね、そういうお肉の付け合わせに、したりとか、こうやって頭のところをこう切っていただいてね。そしてバッテンを入れます。あんまり奥までやると口開いてしまいますので、3分の1ぐらいバッテンを入れます。奥まで入れないでください。あんまり熟してますとね、すぐ砕けるので、ちょっと固めの方が、よろしいと思います。はい、そうしましたらスキレットにちょっとね、入れる前に皆さんちょっと見てください。こうやって指をちょっとね、こうやって開きます。ほんの少しですよ。くちゅっくちゅっ、お口の中からシロップを入れます。たっぷり入れます。なのでね、ちょっと熟す手前ぐらいがいいと思います。シロップたくさん入れますので。次にバターを奥の方まで入れてあげてください。バターを入れます。これシロップ使ってますけど、普通のお砂糖でも結構です。香り付きのタイムを、はい、これで180度で10分焼き上げます。よいしょ。はい、ゴーゴー。はい、ちょっと見たんですよ皆さん、ちょっとこれ10分で、あと5分ですね。はい、あと5分追加します。これはね、イチジクによって、さっき言った熟しぐらいで具合で10分だり15分だったり、これはちょっと固めだったので5分足して、まあそれはちょっとその都度、今仕上がりがお見せしますので、それぐらいで揚げるということで5分追加します。3、2、1、最後。あ、いい感じです。あ、ね、これぐらいですね。はいね、これ見てください。イチジクの熟し具合によって同じ時間でもね、きちっと形、これはちょっとまあこれぐらいでも、これぐらいがちょうど今旬ですからね。見てくださいこれね、この色、ほら、この色とこのワインの色、ロゼ合わせたんですよ。いただきます。
よくあのイチジクはあの皮を剥きますよね。こういうローストの時は皮を剥かないで、そうするとガチッとこうブロックしてくれますので、形もなかなか美味しいです。今日はアメリカカリフォルニアナッパバレーです。健三出ました。健三さん、僕の友人でございます。ナッパの山まで行ってきました。エステートユイロゼワインです。カベルニフランメルロ、すごいですね。ジャスミンの香りと白桃の、健三のね赤ワインが大好きで、よく飲んでおります。まあ旬のねイチジクをローストして、温かく食べる理由でございます。どうぞ。すごい素敵な、ローストでございますので、ちょっと甘みにできてますので、こういう健三さんのねこういう、冷やしたロゼとかぴったしでございます。どうです、どうぞ楽しんでみてください。